なカメラあったんだよね。めっちゃカチカチ。大きな拍手をお願いします。今日はクリスタルボールの
音色を聞いていただきありがとうございます。また私たちも今日この場で演奏する機会に本当に心から感謝しております。灯火を見つめながら私も先ほどお話を伺いながら奏でていて、とてもずっと伝えていく大切なお話を私もこの場で聞けたこと本当に感謝しております。ありがとうございました。本当に貴重な体験をさせていただきまして、こちらこそどうもありがとうございました。ありがとうございました。キャンドルナイトの方は、今ちょうど8時を少し回ったところでございます。静かなイベントでございますので、大体、いただいてこの後お帰りになる方はぜひですね、フラワーポットを目の前にあると思います。こちらの方を、一人一つずつお持ちになっていただきまして、帰りの時にはですね、石段が、多少暗くなっておりますので、両側にはキャンドルは灯ってございますけれども、足元は暗くなっているところでございます。どうぞ石段にはお気をつけになって、帰り、のところにいただければと思うんですが、あともう一つ、大船観音の体内、お腹の中、こちら今、夜特別に空いてございますが、もしお参りの際、お帰りの際にですね、お参りいただけます方は、観音様の体内にもお立ち寄りいただきまして、それから昨日についていただければと思います。観音様の体内では、七夕の短冊が残っております。夜入る機会というのは、こういう時しかないわけでございます。また、9月7日には9月7日土曜日には、夢観音立ち会いフェスティバルという、またこの舞台での今度は舞踊を中心としたイベントがございます。その際にもどうぞ足をお運びいただければと思います。静かなイベントですからね、特に閉会式で解散ということはいたしませんので、この後静かに、このイベントをそれぞれの時間で、お帰りいただきますようよろしくお願いします。今日はお疲れ様でした。ぜひ記念にフラワーポットの方を見ていただければと思います。こちらの暗いんですこちらの商品を一緒に行っていただければと思います。すごいきつかった。はい、ありがとうございます。ちょっと待って、ね、ちょっと待って、ね、あともう一つもう一つもう一つだからだからハーブ出てたんですか。